あー、いっぱい映り込んでます、スタッフさんが。おめでとう、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。気が付かれない。21歳です、おめでとうございます。頑張ります。嬉しい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。いました、梅澤みなみさん、お誕生日おめでとうございます。21歳です。まず今日の撮影の感想ですが、水崎先生いかがでしたか？そうっすね、はい、今日は地下 50m そう、の 50m、 そう、地下水路に階段で降りてって、うん、すごい高い柱とかのある中で、うん、なんかタロスとか、うん、あのカニとかが、うん、いない中いるようなお芝居をして、うんうんうん、でもすごい声とかがめちゃくちゃ反響して響いたから、うん、まあ上り下りとか大変だったんですけど、でも楽しかったです。よかったです、ありがとうございました。誕生日って絶対抱負とか聞かれるじゃないですか。やめてください。そう、私あれ大嫌いなんですけど、21歳の抱負って何ですか？21歳の抱負ですか？はい、うん、交流を増やすことです。交流、人脈を増やすこと。どうしてそう思ったんですか？すごく人見知りでですね、あんまりこう、アスカさんともこのお仕事でやったら関われるようになったじゃないですか。確かに。なんか3年経って4年目になってもまだそんなに話してない先輩とかもいるし、深くいるし、お仕事とかも今年いろんな場所でできたら、もっといろんな人と関わってなんかいろんなものを吸収したいなって思います。すっごいいいこと言ってんだけどさ、エリオキトカゲになってる。で、私は梅澤先生は結構お茶目な部分がある人だと思っているので、はい、ちょっとそのあたりがもうちょっと出たらいいなって思ってます。あんまりバレてないんだね。そう、まだだってしっかり者とか言われるでしょ、全然違うでしょ。そう、だから早くバレてほしいなと思ってます。皆さんどうでしょうか？なんで投げかけた？頑張ってください、21歳も。頑張ります。そして映像権もあと残り約1ヶ月ねですかね。あっという間、多分この月が一番きついと思いますが、寒さもあって頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。バイバイ。回りました。今夜も月が綺麗でございますが、ダン。なんか始まったんだか分かんない感じで始まりました。本日もお疲れ様でございます。ありがとうございます。もう今日で終わっちゃってね。そうなんです。今日でクランクアップの高島さんに出演していただきました。高島さんには私たち3人からお聞きしたいことがありまして。何ですか？何でも答えます。じゃあもうついで程度で構わないので、映像研の我々と撮影した感想なんかをちょろっといただけたら。今回も漫画原作、はい、最近多いんだけども、まあ、特にね今回の作品はなんか台本読めば読むほど、うん、すごくこう込み上げてくるような面白さがあって、うん、まあ、またこうやって3人とね、嘘ついちゃった。高島さん、どうぞやってもらう。ちょっとどうしよう、ちょっと
よかった、涙が出ちゃう、嬉しい、すいません、なんか嬉しいすいません、しょうもないことに付き合わせてしまってありがとうございました。本当にお疲れ様でございました。